出たよ。片手前ウェポン。ルビーウェポン？とんでもないやつ投入しようとしてない？なんかめっちゃ歯食い縛ってるやん。うわ、なんかめっちゃピチピチな。ギャルが乗ってんのかこれ。あ、なんか大したことなさそうやけどな。あ、なんこれ。やばい、沈んでいく沈んでいく。ちょっと待って。ちょっと待って待って。ほぼほぼ当たりました。大したことありませんねこいつ。もう終わるんちゃいますわ。え、どういう気持ち今ルビーエポン。今日から 5.2 か。まあ僕の予想では今回イルメグアフターストーリーが展開されていくのではないかなと思うんですよ。よし、青菜いきますか。よければ様子を見に行ってあげませんか。新たな脅威。おや？イルメグどこ行った思いっきりラウバーンやったけど。はいはいはい。いやもうマジでないっすよね。新たなマグ。タタル怖っ。あら、牧島さん。あら、初対面か、クルルと。牧島そうね、ギムリとの前線はなんか落ち着いてると。まあ内乱も起きてるからな、帝国の方は。一旦それどころじゃないよな。ゼノスも復活してな。おー、おい、忙しいで忙しいの。お前帰ってきたばっかりだよ。お前ありがとうクルル。じゃあアラミガンクォーター向かいますか。牧島さんほんまにすごいええ人やでな。はい、来た牧島さん。もうラウバーンでしょ。ラウバーン、ラウバーンとお話タイムでしょ。いますやん、屈強な男が。で、ラウバンと話してるのが、ワオガイウスバンバエサル。もうさすがに事態は急を要するか。ラウバン様、暁のお二方をお連れいたしました。おお、来てくれたか。ギムリとの戦場以来だな。また達者な姿を見ることができて何よりだ。あれからのことは暁の報告で聞いてはいるものの、ことが異世界に及ぶとなると我が輩の知識では理解が追いつか。貴様の口からぜひ詳しく。貴様って言うな、言ってんです。こちらも差し迫った状況でな。それもこの者がもたらした情報によるものだ。よもや紹介する必要もなかろう。またあったな、
エオルゼアの英雄よ。ええ声してんな。響くね。芯まで響くね。そう警戒するな。こたびは争うためではなく、新たな脅威の存在を知らせるために参ったのだ。ゼノスやな。ガイウスの言葉に嘘偽りはないだろう。この者はかつて己が侵略し、今や敵国となったここアラミゴにわずか二人の部下だけを伴って現れた。我が輩も複雑な気持ちがあるのは否定できんが、その覚悟は信じるに値するものだ。ウヌはすでに竜騎士エスティニアンから聞き及んでいるであろう。奴と我が歩道を共にしていたことを。聞き及んでます。我らは帝都魔道城においてゼノスによるバリス陛下の殺害を目の当たりにした。そこでこの絵たちに皇帝陛下暗殺の疑いをかけられた我らは二手に分かれて脱出を試みたのだが、その際かの竜騎士は見慣れぬ魔道兵器と遭遇し撃破したという。出た片手間ウェポンね。後に話を聞いた時、我は耳を疑った。しかし部下と共に調査をした結果、一つの確信に至ったのだ。アルテマウェポンの後継機が開発されていた。出たよ片手間ウェポン。見てたよな。でもな、過去しでな。アルテマウェポンですって。かつてあなたたちがエオルゼア侵攻に投入したあの。そうだ。愚かにもアシエンにそそのかされ、我が再生させた古代アラグ文明の対万神兵器。その末路は知っての通り、目の前の英雄によって撃破された。あれは元はといえばアラミゴの遺跡で発掘されたもの。後継機など作れようはずもないと思っていたが、密かに研究が行われていたようだ。さらに調査したところ、新たなアルテマウェポン計画は第七軍団によって行われていたことが判明した。第七軍団。第七軍団といえば5年前のカルテノーの戦いで壊滅したはずじゃ。軍団長のネイルも戦死したはずでしょ。いかにも。かの軍団は総崩れとなり、生還者はわずかだった。現在の第七軍団は後に再編されたもので、ほぼ別組織だ。なるほどね。しかも再編後も軍団長の戦死や更迭が繰り返されてな。今や何者が計画を進めているのかすら不明だ。確かなことは、複数の試作機が開発されており、うち一機がエオルゼアに向けて解き放たれようとしていることのみ。我らはこれを阻止しようとしたが、その圧倒的な戦闘力を前に足止めをするのが精一杯でな。ひとまず撤退し、エオルゼア側に危機を知らせることとしたのだ。ありがとうガイウス。やっと戦況が落ち着いてきたところなのですが、新たな火種が迫っているのです。知らせを受けてエオルゼア同盟軍では改めて国境地帯ギムリトの防備を固めると同時に迎撃作戦の検討に入った。貴様を呼んだのもそのため。アルテマウェポンと戦い撃破したことのある貴様に迎撃部隊への参加を願いたいのだ。無論これは無理強いできることではない。暁の仲間たちが厳しい状況にあるともなればなおさらな。まあでもアルテマウェポン以下でしょ。だがもしも参戦の意思ありということであれば、ぜひ解放軍の将校に声をかけてもらいたい。我はアシエンを借り尽くすことに執念を燃やしていたが、こたびの件からも浅からぬ因縁を感じている。そうやね。捨てたはずの過去に決着をつけねばならぬようだ。アルテマウェポンに乗ってたもんな。一度は刃を交えたことのある我が参戦を求められる立場にないことは承知している。がウヌが力を貸してくれるとなれば、
これ以上なく心強い。うぬや。私も国境地帯へと向かい、微力ながら後方支援をさせていただきます。いつもありがとう、牧島さん。アルテマウェポンの後継機は確かに大きな脅威よ。でも切迫した状況を前に賢人たちを呼び戻すことも大事。第一世界へ行き来できるのはあなただけだしね。どちらを優先させるかはあなたの判断に任せるわ。ほう、2個出るってことか。ほんなら分岐する。帝国の新型兵器の迎撃作戦に参加するのであれば彼に声をかける。はい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 。どっち先行こうかな。でもこっちはなんか別じゃない？ウェポン襲来。こっちサブクエやね。まあストーリー進めるならこっちが先か。サブクエとメインに分岐やな。まあメインを進めますか。あの流れでサブクエになるんか。このサブクエはぜひ配信にしてほしい。やばいやばい、サブクエハラスメント、サブクエハラスメント来た。じゃあもうこっち先行くか。グレンが死聖樹に分岐したのと同じ感じ。なるほどね。あ、もしかしてあれか、あそこに向かう感じか。出た、久々に来た作戦本部。おお、ガイウスおるね。セベラとボルドラン。いや、サブクエはこの辺のサブクエはいずれ絶対配信しようとは思ってるけど。そうね、第7軍団ルビーウェポン。とんでもないやつ投入しようとしてない？うーわ、アルテマウェポン以上の装甲。 HP えぐいもんな、ルビーウェポン。ガイウス男やな。ルビーウェポンか。戦いなら任せろ。ルビーウェポン迎撃はやばすぎるな。無理だよ。数時間前、ベルリト郊外、魔導兵器格納庫。これちゃん、ルビーエポン変幻自在の爪持ってるもんな。うーわ、なんかめっちゃ歯食いしまってるやん。
全然機械っぽくないねんけど。生命体や。うわ、なんかめっちゃピチピチな。ギャルが乗ってんのかこれ。コードネームネイル・バンダーナス。バン。ルビーウェポン出ます。かっこよ。コンテンツ解放ルビーウェポン破壊作戦。ほえー、結構サクサクっと始まったね。展開が早いな。俺はルビーウェポンに勝つ。きた、集まった。いきますか、ルビーウェポン破壊作戦。どんなもんよ、どんなもんよ。おお、来た。おお、いかつ。かっこいい。かっこいい。おお、すげえ。ロックバージョンやな、なんかロックバージョンやな。でかいか。いやでもアルテラウェポンよりは小さいよね。試合行こう。まあなんか大したことなさそうやけどな。フレキシブルクロー、うおい、変幻自在の爪が来るよ。まだこれ、やばい、沈んでいく沈んでいく。ちょっと待って、これ上乗っとかなあかんのかい。わかるかい、そんなもん。何がわかんない、あの亀裂の上に乗ればいいんだって。初見でわかるやつおらんでしょ。たまたま乗ってたで終わるよな、多分な。ちょっと待って待って。ほぼほぼ当たりました。なんかそっちに行くよっていう流れ出てるね。あー、そういう感じね。はい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 、こっち来るこっち来る。いった、大したことありませんね、こいつ。もう終わるんちゃいますわ。え、どういう気持ち今、ルビーエポン。あー、終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう。余裕やん。ルビーが負けろって言うの。いや、分かってたかなお前。さよならみんな、やっぱりオーバーソウルモードを使うしかない。デレデン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 デレンデレデン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 デレンデ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 レデン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 デレンデレデン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 デレン。あー、オーバーソウルした。今日はネイル・バン・ダーナス。ちょっとお尻からいきますか。おお、 BGM がメテオ計画来た。魔導メテオ、魔導コメット、何が起きてるの今。うわ、これか、こういう系か。俺この家、岩のそば、うお、やばいかも。わかりますがな、そんな。誰が、何それ、ちょっと待って、何それ。やりたい、それやりたい、それやりたいって。師匠、答えて。ナイス。それ何、それはやりたい。おい、なんか大したことないぞ、もう終わるんちゃうの。加減でもこの程度ですか。はい、腹パッポン、ほんでドーン。はい、雑魚すぎ、お疲れ。お、終わったか。ありがとう。
みんな大したことなかったな。あ、ちょっと小太郎のうんち処理してきます。いや、大したことなかったね。他に比べるとルビーウェポンなばかりの。いや、まあ確かにアルテマウェポンよりかは、まあでもアルテマウェポンってもう死ぬほど戦ったやつやからな。お？お？誰？おおおおおお。アリー？誰？めっちゃアウラやな。ウエッチ？知り合いでか？ってことは中に乗ってた人も、めちゃくちゃ重いけどね、その指名手配。いや無理やろ。あ、ちょっとごめんね、囲みさせてもらおうね。めっちゃ過去やん。あ、兄弟なんや。出た、アッセイアッセイみたいになってるよ、もうそれじゃあ。ガイウスは昔から少し良心があったやな。そういうことになるな。子沢山や。なんかすげえほっこりエピソードを見たね。すげえ重要な過去史かなって思ったら、重要は重要やけどほっこりエピソードやったな。ネール・バンダーナスが蘇ったわけではあるまい。あ、
もともといなかった人なんだ。ミリサンディア。この子が乗ってたの？うわぁ、でもウェポンなんか作んな、もう。お前ら間違った道に進んでるって。いつまでたってもお父様についてこいよ、ちゃんと。歪んでるよ。疑問に思われへんようになってんやろな、もうな。仲間一人の命を犠牲にするかもしれないっていうのに送り出しちゃうんやもんね。心痛いでな、ガイオスもな。白が来たよ、白が。ガーロンドさん、まだ乗ったままなんや。くわー、出てきてたけどね。養子みたいなもんですわ。そうなんや。あのリビアも溺愛してたもんな。へえ。ボズヤという都市一つ出た。俺ボズヤ行きたいのよね。いや、ボズヤ行くためにちょっと裏で進めてるからな。やっぱいなかった。途中からグワーって出てきたで、サナギの中から生まれた蝶みたいに。だからなんか途中でサナギから出てきた蝶みたいになってたんですよ。あ、そういうこと。えぐいな。戦技を継承するソルクリスタル。いや、こっちやな。どっちかっていうと片手間ウェポンの方がやばかったもんな。その人間を埋め込んでみたいな。
不穏ですな。めっそうもないやな。ちょっと揺れてない？ちょっと揺れてない？喧嘩やめてよ。一方、俗州都市ウェルリト郊外魔導兵器格納庫。なんかすごいやつが、お前ソニック・ザ・ヘッジホッグみたいなやつ加わってる。うわー、なんかもう意地になって、意地やで、それは。ここで止めんと取り返しのつかんことになるぞ。全て分かった上でこいつら進めようとしてんのか。離婚。サファイアウェポン？じゃあ絶対エメラルドウェポンに乗るやん、あのソニック・ザ・ヘッジホッグ。とんでもないことが起きてますわ。あれ？デュレッテデレデデデュレッテデレデデデュレッテデレデデデンデンデレレンデンデレレンデンデレン。悲鳴聞こえてきそうだな。今の悲鳴は。行くぞ西の名探偵ヘンリー。デレッテデレデレデレッテデレデレデレッテデレデンデンデンデレレンデンデレレンデンデレ。道間違えてなかった今。何があったんですか。なんだ虫出ただけか。お前死ねえ、もう一緒やんけ。お前虫出ただけでそんな悲鳴出すな。何やねんもう。デレデンデンデレデンデンデデン。今の悲鳴は行くぞ。もうええっちゅうねん。